2023年11月4日、今日はだいぶお花が咲いてしまいましたが、トゥルーシー最後の収穫をしてちょっと片付けをしていこうと思います。手前は、手前に 1,2,3,4,5,6 株ぐらい、これは種取り用で残しているので、もうちょっと枯れてくるまでは、種を完熟させようと思います。で、向こう側ね、ずっと、刈り取っていきます。はい、トゥルーシーを半分ですね、収穫させてもらいました。もう時期的に、葉っぱも黄色くなり始めてきて終わりなので、もう結構根元のところからこんな風に切らせてもらってます。そして収穫した分はね、持って帰らせてもらうんですけど、その他ちょっともうドライにするにはっていう部分は、こうやって育った場所の土に帰ってもらうようにちょっと細かく刻ませてもらって置いておきます。ここはもう毎年トゥルーシーを育てている、このあたりはね、ゾーンで、ここでも毎年こういう上の柄は、このまままた土に伏せて土に帰ってもらうっていうことをしてますね。で、この残った部分、これもね、よくこれは取り除きますかとか聞かれるんですけど、これはこのままです。このままでも、こことここにね、今年は植えていたので、来年はここに間に植え付けを、トゥルーシーの新しく作った苗はここに植えていく。で、これはこのまま置いていきます。来年の夏、暑い盛りになってくると、もうこれがちゃんと微生物さんたちが分解をしてくれて、ちゃんと朽ちてもうポロッと取れるぐらいになっていきます。それでね、この循環の中でまた土に戻っていく。地球の中から、中というかね、地球全体からこういう形として現れてきているので、物質としてね、だからこの物質はやっぱ地球にお返しするということで、この場所に戻すというのを、私はしています。だからここで育ったものでないものは、この場所にあまり持ち込まないということもなんとなく意識していますね。やっぱりちょっと合わないのかなという波動がね。だから例えば水田で育つ、水のある場所で育つ、お米のね、もみ殻だったりとか、あとは稲わらとか、そういったものはやっぱり水の場所で育つものなので、畑にはちょっとエネルギー的に違う感じがするから使いませんね。そう、だからここの中でこう循環ができるように意識してやっています。本当はトゥルーシーね、全部収穫してあげたいんですけど、もう乾燥室がいっぱいでなかなか順番待ちになっているので、半分だけにしてみています。乾燥室が空いたらまた収穫をさせてもらいたいなと思っているんですけれど、今日はね、月とかその他の天体の配置でいくと、すごくハーブのお世話をすると香りがよく、育ってくれるというね、そういうエネルギーが宇宙から注いでいる日なので、また収穫に適した日にやっていこうかななんて思ってますよ。